こんにちは。京門と猫門です。今回はですね、昆虫バトルをしたいと思います。単純ですけどね。1回戦第1回戦なんか携帯の音が聞かれたけど、第1回戦じゃーじゃん、ガシ。アトラスオーカブト VS、ちょっと台座がちっちゃいんですけど。まあまあ。アトラスオーカブト VS、超巨大コクワガタ。これはどういう戦いになるのでしょうか。早速ちょっと怒らせていきたいと思います。おー、やってます。いや、デカさが3倍くらいある。うん、デカさが3倍くらいありますね。確かに両者睨み合って、ちょっと、おー、やってるやってるやってる、おー、いってる、おー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 、横同士の戦いになった。横の戦いですね、これは。あ、お、逃げるか逃げるか、コクワガタ逃げるな。おーっと、落ちたし、逃げました。アトラスオオカブトの勝利。チャリン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 。でも、でもさ、コクワが勝つことは多分ないと思う。確かにな。なのでこれは完璧に、てか、猫もこうやって持って、いて、あのね、アトラスオオカブトとか効果させるの気をつけなきゃダメな。この胸のここ、ここに絶対に手を入れない方がいいです。さっきもこれでやられて血出そうになった。第2回戦。え、こっちこっちね。あ、そっか。第2回戦。ミヤマクワガタの、オスです。オスの小柄 VS、さっきの巨大コクワガタ。ああ。まあ大きさは大体一緒ですね。で、これはどういう戦いを見せてくれるのでしょうか。では早速、試合開始。近づけたりしてもいい。試合開始。どういう戦いになるんでしょう。なんか立ってるな。うん。調子改善な。おーっと、逃げたー。けど、床についてないのに。もう一回、もう一回戦ですね。ちょっと。よし、今度こそ。ミヤマ。おお、なぜかミヤマが落ちてしまった。ちょっと今の展開はよくわかりませんね。やっぱ効果さすがいないとな、試合にならねえわ。効果さすじゃねえよ。アトラスだよ。アトラスがいても試合にならねえよ。うん。まあ、とりあえず、じゃあ、今度はミヤマ VS アトラス。これどういう戦い期待できます、ね、この動かないミヤマと。動かない。おお、立っています。強気になっています。でもこっちに倒れてくんない。お、逃げるか。おっと、落とされた。チャリンチャリンチャリン。落とされてしまいました、ミヤマクワガタ。じゃあもう1対1じゃ無理なので、2対1でいいか。そうやな。アトラス、いや、ちょっと待って、ちょっと一回アトラス映しといて。映す、どこ、他のやつを持ってきます。アトラス映すってどういうこと。あ、カゴの中入れた。いいこと考えた。ここにちょっとね、金具もね、行ってもらいたいと思います。金具に突っ込んでもらいたいと思います。ここはね、金具、金具にね、気合で行ってもらいたいと思います。じゃあ行っとくでー。いや、もうお前、吸うな、ゼリー。いやいや、行け、邪魔する。あ、はい、終わり。行け、邪魔しろ。おー、やってる。おー、今のかっこいい。え、これでもさ、第4回戦はすごいですね。かなぶんさんは、落とされてしまいましたね。ここに、できます。ちょっと戦いになってませんね。弱すぎてかなぶんさん詰めないで。ゴミのように扱いますね、俺ら。あ、え、まだいってる。さて、これどういう戦い期待できますか。おーっと、いってます。おーっと、落としたー。いや、これは、これは、正真正銘、カナブンの負けですね。このカナブンの色といい、形といい、繋がないといい。ちょっと待ってね。おーっと、え、待って、バンと鳴った。あー、ここおるやん、こいつ。ここに。ほんまや、ここがくっついてるよ。ミヤマ、いけ。両者ミヤミヤっている。両者ミヤミヤってない。
じゃあ今度はね、もうやめろ、どこ映してんの、みんな見てくれ。一回この子たちに場所に帰ってもらいましょう。土台が小さすぎる。今度はメス同士の戦いをやってみたいと思います。つるって俺の顔だ。一回このアトラスさんにバイバイしましょう。これメス？そうすやわ。こいつのミヤノもちょっと。そしてココアさんもちょっと置いてきます。あ、この土台。ちょっと待っててくださいね。この土台でしょう。いやもうアトラスのせいでゼリーぐっちゃぐちゃやで。マジで。やばい。だって周りにもめちゃ飛び散ってるもん。なんならここまでやる。じゃあ今度はここに何匹かメスが入ってますよ。こんなか、どこ入れるけど。お、見えるかな。いますね。あの枝のすぐ近くにもいるな。うん。やめて、俺。あともうほら、え、そいつオス、オスやんな。うん。え、そいつとメス。あ、こいつと、こいつに行ってもらおうかな。こいつはね、赤足のメスかな。赤足のメス。この裏にもいるの。あ、いる。暴れん坊が一人いました。これで行きましょう。いました。いました。ちょっと驚です。いました。いや、この2匹に戦ってもらいたいと思います。これはどういう展開なのか。ちょっとメスを戦わない。メスはオスほど凶暴で。持ち上げてるやん、もう。凶暴ではない。いや、腕噛んでる、腕噛んでる。お前腕噛んでる？見えるかな、これ。ちょっとぼやけてみる。ちょっとね。おいおい。おい。応援してんのかい、それ。おい。こいつらもあかんわ。マジだろう。途中まで足噛んどったけど。いや、こいつ足ピクピクさせとる。どうする？メス対オスじゃ無理や。そんな、バナナ。メス対オスやってみるか。マジで？嘘。同じ種類じゃなかったらワンチャンいけるかも。いや、無理かな。こいつらにやってもらうか。足上げやがって。あ、こいつ結構元気か。足上げてまた、また広げやがって。それ、この人間どういう？こいつあの、めっちゃさ、顔上げたりするオスに似てんの上げてる。確かにあの、すぐなんか見せびらかすな。うん、あのオス。お！まずかましてみると、こんな、どういう展開、どういう展開、こういう展開。ここをかましてみると、戦うんじゃないですか。チャリンチャリンチャリン。土台が小さすぎた。やっぱメス同士の戦いはダメですね。今回の動画はここで終わりたいと思います。バイバーイ。